か。始まりました、ミュージックプラスラベンダーの田中玲奈です。リンドバーグの小田澄真です。なんで涙目なんですか。中島拓衣です。ミュージックプラスはジャンルや世代を超える音楽に新たな喜びをプラスしてあなたにお届けしていくプログラムです。今回も様々な映像をご用意しております。どうぞ最後までお楽しみくださいです。ということで武井さん、はい、明日2月28日からツアーが始まるということで、はい、そうなんでございます。明日新横浜からですねツアーがスタートしまして、はい、はい、初日を迎えます。まあ、4本なんですけどね、横浜、大阪、名古屋、東京という形でございまして、はい、はい、で前からも言ってますけど、15周年ツアー、あの2人がブリッツ来てくれた時はリクエストだったんですが、はい、今回は自分が選んだ30曲っていう構成で新曲もやりながら、はい、もう一つのアナザーグレテストヒッツでお送りしたいなというふうに思ってますので、絶対やろう来い出たやろう来い、ちょっと来てみない、ちょっと来てみない、俺のツイッターフォローしてるあなた、ちょっと来てみない、お願いします。そう、去年のね11月から行ってきたラベンダーライブツアー2014-15あなたのハートをいただきますがですね、来週の3月5日木曜日に新宿ブレイズ公園でファイナルを迎えます。ゲストは今回のツアーにベーシストとして参加してくれているメグさんのユニットズバイです。でズバイさんはですね、あのナオンのヤオンで見たことあるんですけど、ラベンダーと全然違くて、やっぱりもう本当になんかもうロックバンドですよみたいな。でベースとボーカルの2人組なんですよ。だけど、ね、ちょっと曲聴かせてもらったら、もうなんかギターじゃなくてやっぱベースがメインっていうか、ベースがすごい聞こえてくる感じで、なんかまた新しい感じで、あ、こういうのもあんのかって思ったジャンルだったんで、ラベンダーのファンの皆さんもなんかこう、あ、こういう音楽もあんのかみたいなのをなんかこう知れる機会なんじゃないかと思ったり、全然色が違うね2組が一緒になってやるんで、絶対来てほしいなと思います。はいはい、でマジでロックしてるから絶対来て。ちょっとアンディだね。どうしたの。お願いします。こんな感じでミュージックプラス今回も楽しくお送りします。ミュージックプラス、まずは僕中島拓衣から、アンジュルムのシングル大器晩成に続きですね、中島拓衣またまた楽曲提供させていただきました。今回はキュートの、シングル次の角を曲がれという曲です。ハロープロジェクトのコンサートではすでに、キュートバージョンが披露されているわけなんですけれども、実はあの大器晩成の時と同じようにですね、次の角を曲がれももともと僕が自分用のアルバムとして、作っていた、楽曲だったんですけれども、そうなんです、あのなんですが、もう去年の秋ぐらいですかね、アルバム完成間近の時に、ちょうどそのいろいろキュートのスタッフから、まあ、もちろんあのアンジュルムもそうなんですけど、まだ完成させる前の段階で、ちょっと自分たちの方でも、今ぴったりだから、ちょっとアレンジし直してもらってもいいかっていうことを伝えてもらって、まあまあ、あの全然嬉しいことでしたので、でそこで自分もちょっとしたそのシングルにするんだったらこういうエディットの方がいいっていう曲の、長さとかサイズとかそういうものもちょっとこだわって作ったりとかして、まあ、結局その全くもって自分のバージョンをそのまま歌ってくれたっていうことではなくて、お互いこういい意味でこうアレンジが、吸収し合ってというか刺激し合って、それぞれいいバージョンになったなっていうふうに思っております。そこで今回はですね、次の角を曲がれの中島拓衣オリジナルバージョンを、アルバム発売前にほんの少しだけ聴いてもらおうかなと思っております。ブリティッシュソウルな、仕上がりになっております。どうぞ。悔しくて悔しくて打ち壊したい夜が、行くぞ。
お届けしましたのはですね、中島拓衣で次の角を曲がれでした。はい、はい、今回キュートさんのバージョンはですね、うん、もっと壮大かな、もっとなんか曲が大きくなってアレンジになってて、僕らはわりかしこうタイトに作ってて、テンポもわりかし早めなんですけど、テンポ遅いな、もうちょっと下げてるかもしれないな、ちょっとゆったりな感じ、スケールを大きくするために、その方が歌の語尾伸びるじゃないですか、うん、そうで、やっぱそのアレンジも聴かせてもらったんですけど、素晴らしかったし、そうだから僕は もともと自分で作ったのはもう完全なタイトのバージョンだったんですけど、やっぱり今回キュートさんが歌してもらいたいってことを言ってきてくれた時に、じゃあシングルらしい施しのエディットはちょっとさせてくださいっていうふうに言って、キュートさんの専用にその頭サビにしたりとか、すぐサビが来るエディットにしたりとかして、それでこのサイズでお願いしますってお話ししたりもしたんで、結果すっごいいいアレンジにしてくれて、なんか本当にこんなにありがたい話ないなって思います。で、まあ、並べて聞きたいね、並べてね、まあ、もう本当でも近いうちですよ、もうライブでやってくれてるみたいですし、そうキッドさんもやってくれてて、そうでも僕はアルバム曲の縁側の家ってアルバムの6曲目に、収録されてて、でこのキュートさんのシングルは次の角曲がれは4月1日に、トリプル A 面かな、うん、僕そのうちの曲、トリプル A 面、そう今やトリプルになったんね、ダブル A 面がね、そうそういう形になってて、そうなんです、まあ僕のアルバムはその後の4月8日発売という形になりますので、はい、なんで実はそのキュートさんのレコーディングにですね、まあいろいろまたスタッフから声かけていただいて、そのコーラスのリアレンジとかそういうものをちょっとやってくれないかっていうことも言ってもらって、めちゃくちゃ忙しいわけや。ね、それでスタジオにも行かせてもらって、そこでいろいろねやった映像も撮ってますので、あら次回 のミュージックプラスでぜひお届けしますので、よろしくお願いします。楽しみです。今回もミュージックプラスに楽しいゲストが来てくれました。ラベンダーからこの2人です。はい、ギターの魚住ゆきと、同じくギターの宮沢まりんです。はい、ということでね、ラベンダーからギターの2人が来てくれたんですけども、はい、2人は前回クリスマス前の12月19日の配信で来てくれてね、おかまりと3人で、はい、なんか頭につけて楽しく登場してくれたわけですけども、なんか遠い昔みたいな、そんな昔でもないですけどね。今年初めてですか、会うの。そんなことない、会社では、事務所では会社で会いましたね。マキさん、何回かお会いしたような記憶があるんですけれども。会社で、はい、あ、そうだ、はい、マキさんというのは会社で会ったことないですね。一度もない。あ、そうなの。何しに行きよう、会社にそれ何かしらやることあるじゃん、サイン書くとかね。そしたらレナもいますもん、多分。そしたらまあでもメンバーにも、あ、書院に行ったりとか、はい、書院に行ったり、書院に行ったり、書院に、ライブも書院に行ったりしてるから、そんな感じです。まあね、今回は早速ですね、はい、4月から始まるミュージックフェスタについてお話をしていきたいと思うんですけども、はい、ラベンダーはね、最初のボリューム0からずっと参加させてもらってますけど、はい、2人にとってミュージックフェスタとはどんな感じですか、どういう存在というか。そうですね、やっぱラベンダーではできないことがすごいできるし、私自身すごい勉強になる現場だなと思ってやらせていただいております。そうだよね、なんかもうアーティストが勢ぞろいするお祭りみたいな感じで、ね、なんか拓衣さんのバンマス の力っていうですか、そういうのを目の当たりにして私も将来なんかそういうことできたらいいななんて思いながら。お、今いいこと言ったね。今回のね、ミュージックフェスタは、はい、テーマがあって、はい、そう、2人すごい今回頑張ってもらいたいなと思って、おこれバンマスさんに決めてるんですけど、はい、今回、まあ、基本的にミュージックフェスタっていうのはこう、まあ、僕の知り合いをつながってこうバンドが後ろで生演奏してくれて、で入れ替わり立ち替わりこう、ね、ボーカリストが変わっていくっていうような状況の中で、はい、まあ、いわゆる箱番っていうスタイルじゃない
はい、だから、君ら2人さ、ずっとステージにいて、全曲ギター弾こう。マジですか、うん、わこれどの人も。はまあ、もちろん僕もそうだし、はい、ラベンダーにも当然ということで。だからあのラベンダーの曲だけうまく弾きゃいいっていうわけじゃなくて、はい、この人のこの歌生かすためにこのギター命かけますみたいな、はい、まあ、だからまあ本当全曲。おお、本当ですか。これはこれね、プレッシャー。いや、てか絶対できると思う。やっぱもう上手ですから。なんで自分のことのような顔してるの。そんなに受け入れとるなと思って。ああ、確かに。それはって言わなかったの。そうそうそう。これ自信ですよ。いえいえ、そんなこと。いや、素晴らしいね。私やったら、ね、無理って言って、うん、いや、でも無理と言ったところで何も始まらないじゃないですか。おかけ、すごい。来ました。来ましたか、全国の皆さん。全世界の皆さん、来ましたか。すごいですね。確かに、無理言ったら何も始まらない。じゃないですか。そうそうそう。ちょっとそういうこともやってよりこうね、あのバンド感とかを出していこうかなっていうふうに思ってるので、うん、はい、まあ僕もステージにいるんで、まあギターの本数多くなってもトリプルギターでちゃんと役割決めて、なんかいい味出せれば、はい、ユニゾンのところにユニゾンでみたいな感じでちょっとやれたらなっていうふうにバンバさんに思ってます。よろしくお願いします。重大発表ありましたね。これ重大発表ですよ。重大発表、まあ、今回のミュージックフェスタボリューム3も楽しみなんですけどもね。はい、はい、そうで今回ツアー中にいろいろキャンペーンとかもなんかみんなでできたらいいなと思ってたりとかするので、うんうんうん、あるんですかその予定は。あのね、僕がねまず4月8日にアルバムが出るんですね自分で、うん、はい、でもそれに合わせてもう自分のプロモーションだけじゃなくて、もうせっかくだったら回れる人は一緒になんかできたらなとも思ってるので、なんかそれでこうつながってプロモーションから何から一緒にやれたらなっていう。っていうか前札幌で1回 HMV でさ、はい、インストやってる。やりましたね。そうそうそう、あれすごい良かったと思うんだよね。だからああいうこととかまたできたらなっていうふうに思ってますので、うんうんうん、マキさんももう本当にこれついてくのが精一杯ですよ、ね、今のこの発表にもうええって心の中がなんでいつもそうやって提案するといつもドキドキで返すんですか。僕こういう人ってもう大丈夫の詩書いてって言った時もひどかったの。できんし、そんなもう時間ないしみたいな。あんな素晴らしい言い訳から入るっていうね。でも やる人です。そうですよね。さすがです。さすがです。ちょそんな風に言ったっていかんでない。ね、本当二人は初めてそういうね報告があったりとか結構どっしりしてるんで、僕は心強いですけどね。はいはい、頑張ります。頑張ります。はい、すごいなぁ。しみじみじゃねぇ。いや、だって、いや、なんかまあやらざるを得ないんですけど、そうやって言われたらね、うんうん、でも、レナやったらまず最初に絶対って言うもん。言うよね、普通。いや、俺でも言うと思う、やっぱりそんな覚えるとみたいな。だって結構プレッシャーよね、ラベンダーだけじゃないってことよね、うん、けど、まあギタリストってギター弾くのが好きだから。そうなんです。でも歌うの好きですけどね。歌うの好きだけど、歌うの好きだけど、でもずっとコーラスだけじゃきついでしょ。例えばバックコーラスは絶対嫌だ。嫌だよ、それ歌うの好きって言えるから。メインしか嫌だ。そうそう、だからそういうふうに思うじゃん、ボーカリストって、はい、まあ、センターに立つ人間はね。そう思うじゃん。でもやっぱりギタリストって基本ギター弾くのがやっぱ好きだと思うんだよ。なんかいいな。そうそうそう、でそういうのあるでしょ。そうですね。そう自分のパートがあるってことが結構幸せな人じゃない、うん、ギタリスト。姉さんとかマジで愛しすぎてますもん、ギター。だってギター大体見てるでしょ、空き時間とかも、うん、ネットとかちょっと見たことないけど空き時間もうね、絶対ギター握りしめてどっか行くんですよ、一人で。あ、なるほどね。好きにもうずっとイヤホンして、姉さんって言っても変じゃないなと思ったら、いつもイヤホンしてずっとこうやって弾きよって、なんかいつもギターの2人ですよ。ギター弾いてる、うん、やっぱギタリストは楽屋の外、駐車場のとこまで行ってギター弾いてる人いるもんね。夏とかいる一人になってとりあえずなんか指動かしたいみたいな。すごいな。そうで、リハーサルも普通ドラム、ベース、ギターの順にやってるのに、リハ前からギタリストアンプ鳴らしてるみたいな。そう、呼ばれてないのに、なんか何よなとか姉さんがそうやってるの。あれ、君の人迷惑なんだよね。おとつできるよと思って。ごめんなさい。いいね、いいね、もう慣れてくると思ってるけど。ギタリストはね、やっぱそういうとこがあるんで。そうなんですね。そうなんです、そうなんです。でもね、姉さんと周りのギターも楽しみですけどね。そうです、そうです。まあ、その話をしているうちに、はい、そろそろお時間となってしまいます。早いな。早い。え、なんか喋った。喋りましたね。マキさん、今日あんまり喋ってないような感じが。
確かに、ね、今日なんかおし発表も多かったけん、うん、あ、びっくりした。フリートークがなかったんですよ、あんまり。ちょっとびっくり、うん、びっくりびっくりね。まあでも楽しくやりましょうね。そうですよね。そんなミュージックフェスタですね。はい、でラベンダーはですね、はい、3月5日に新宿ブレイズでツアーファイナルが行われるんですけども、うん、はい、最後に2人からファイナルにかける意気込みを聞いておきたいと思います。今回のツアーね、まあ、3、4ヶ月あったのかな。そうですね。どうやった？今回のツアーは2人にとって。そうですね、やっぱり2回公演もあったりとかして、1日2回公演あってセットリストも違うし、やっぱり切り替えないと、そのセットリストの違う都合で曲のつながりとかが頭の中でこんがらがっちゃって、なかなかうまいようにいかなかった時もあったんですけど、やっぱり4ヶ月やってきてだいぶ体に馴染んできたので、これを最後のファイナルでなんか爆発できたらいいななんて思ってます。はい、マリン。はい、とてもありがたいお言葉ですね。何が？どれの言葉？姉さんの言葉。はい、私も今回のツアーずっとやってきて、やっぱり最初は本当にもう結構ギリギリだったんで、リハーサルも何も、本当に頭がもう爆発するんじゃないかってぐらいだったんですけど、爆発しなかったんだね。爆発しなかった。しなかったね。ちょっと頭の中で消化活動を、消化活動ね、はい、行っていたらちょっとね、鎮火できました、うん、はい、意気込みじゃねえじゃん。まあね、最後また面白いことになりますので、ここはね絶対見逃さないで、ぜひライブ会場の方にお越しいただきたいなと思うので、よろしくお願いします。はい、あ、これレンナさんの意気込みなくていいですか？3月5日頑張ります。そんだけかい。いや、まだ分かんないんですよ。瀬戸にとかもなんかもね決まってないんですよ。何やるか分かんないんですよ、うん、でもまあ期待はさせとこうよ。期待しといてよ。絶対楽しい。楽しいと思う。しかもあの氷河の衣装もね、きっと見納めになるよね。確かに、そうですね、見納め、うん、そうそう、来てね。ぜひぜひ。はい、ラベンダーの今後のライブ情報などはこちらのオフィシャルサイトをチェックしてください。よろしくお願いします。というわけで今回のゲストはラベンダーからギターの魚住ゆきちゃんと宮沢まりんちゃんでした。ありがとう。ありがとうございました。Chicago
りを紹介したいと思います。お願いします。こおみさん、女性30代の方からです。初めてメッセージを送ります。いつも3人の空気感やいろいろな音楽を楽しませていただいています。あ、です。先日の松原健さんのゲストコーナー楽しく見させていただきました。楽しかったよね。そしてびっくりしました、うん、松原さんのデビュー曲金沢暴挙歌は私の母が好きな曲なのです。今まで考えたこともなかったですが、うん、今度のミュージックフェスタに母を誘って行ってみるのもいいかもと思いました。絶対いいやん。ミュージックフェスタ本当に世代を超えて楽しめるイベントになりそうですね。これからも楽しみにしています。どうぞお体を大切に素敵な音楽を続けてくださいというお便りと思います。ありがとうございます。ありがとうございま す。続けて読みますね、はい、アミーさん、女性の方からです。はい、マキさん、タクイさん、レイナさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。松原さんを交えてのトーク、なんとも楽しかったです。何とも楽しかったです。なんともね。なんともね。ジャンルの違う皆さんが集うミュージックフェスタボリューム3。そのノリについていけるかなと迷っていたけれど、配信を見ていたら思い切って行ってみようかという気持ちになりました。なんで迷っとったん？ついていけるかなって。なんやろ、なんで迷わせたんやろ私ら。確かに。そこ反省するんですか。なんで迷わしたかな。で、松原さんのおかげでそうやって来ようと思ってくれたわけやけど。松原さん。わかった。トーク大事や。面白かったもん。かっちりしたイベントだって思われてるんですよ。全然よ。あ、それなんか俺がなんかちょっとかっちりしてる風に見えてるからな。あ、全てがかっちりしてる。どこかいの。そうかな。俺でも結構バシッバシッバシッってする方なのライブでも。なんかレナーズも、うん、あのミュージックフェスタ の宣伝するときに、うん、自分たちで考えてこういうおちゃらけたところがみたいなことを言わないんですよ、うん、ミュージックフェスタは、うん、中島拓哉さんがバンマスとしてきちんとやってくれていろんなアーティストが集っていろんなジャンルがある音楽をお届けしますみたいなことをおかまりがいつも言ってるんですけど、うんうんうん、ああもうそんなそれを聞いたらもうそれはいかんわ。やっぱりかっちりしたね、イベントで思ってしまう。もっともっとね、なんていうか、もうすごい。もう全部寸劇だよね。いや、そう、あの寸劇もあれば、うん、マキさんのところは寸劇かもしれない。いや、なんでマキさんのところは面白いです。うん、まあ、だからやっぱトークは絶対必要だね。確かに。そういうところでまた緩めていく必要もあるかなってちょっと思いました、うん、ゆるキャラ的な、ゆるキャラ的なものが必要かなと思いました。ほら、うん、前のミュージックフェスタはまだこれやる前やったやんか。はい、うん、だから劇的にまた変わると思う。そうですね、うん、確かに。このな、ミュージックプラスを経て、はい、そしてそういうね、あの松原くん来てくれたり、エリック来てくれたり、ラメンダ来てくれたりして、うん、余計にみんながなんかこう打ち解けたから、うん、もうなんかあの全然もっともっとあの楽しい感じになる自信はあるよ。動物園にしましょう。動物園、うん、あれ全然全然響かへんだわ。いろんなタイプの、ね、動物のキャラクターがいて、でも動物園行ったら楽しいじゃないですか。楽しい。一つのもの、キリンだけ見に行ったって面白くないでしょ。それキリンもいればゾウもいれば面白いわけじゃないですか。うわ、滑ったすごくいい。そのわ、滑ったがいいよ、タクイ君。ありがとうございます。そこ全然嬉しくないです。いや、すごくいいな。はい、はい、4月18日から、うんうん、どうしたの、うん、やろうまで、うんうん、4月18日からやろうまで、よくわかんないカンペが来ましたけど、ね、カンペも滑るって言った本当に4月18日から、うん、ミュージックフェスタ始まりますからね。はい、ぜひお願いします。何どうぞよろしくお願いします。はい、待ってます。ミュージックプラスですが、そろそろお別れのお時間です。姉さんとマリーにね、今日発表があったということで、ギターの、あんまりびっくりせんかったね。そうですね。でも帰るときにマリーは、うわー大変だー
なっとった。そうなん。いや多分なると思う。見てないけど、いつものマリンはそんな感じで、姉さんはね、頑張んないとね。マリンが、みたいな。そうか、そでもだとしてもさ、あの場ではああいう風にこう全てを受け入れて、あの子ら偉いわと思った。なんかまた絶対ね、ミュージックフェスタを通してね、こんないっぱいやらせてもらったら絶対ね成長できることがあると思いますから、ね、よろしくお願いします。いやいや、とんでもないです、僕先生。はい、ということで最後にお知らせです、はい、私たち3人も所属するアップフロントグループの音楽フェス、ミュージックフェスタボリューム3が4月18日からスタートします。はい、公演は北海道、福岡、愛知、大阪、東京の5カ所、各公演のチケットは現在発売中です。詳しくはこちらのサイトをご覧ください。はい、お願いします。はい、そして私たちからもお知らせがあります。まずはマキさんから。はい、リンドバーグも4月にライブをやります。タイトルはリンドバーグライブ2015オールトランセンション。ちゃんと発音せえ。日程は4月の26日の日曜日が、ZEP ダイバーシティ東京ね。で、5月の1日の金曜日が大阪のナンバー8ね。皆様のご要望にもうお答えして、そう、今回は指定席も用意したんだよ。わお、みんな疲れる疲れる言うからさ。だから用意しましたからね、ご安心ください。ぜひ遊びに来てください。詳しくはリンドバーグのオフィシャルサイトをチェックしてくださいね。よろしく。はい、中島拓衣ですが、明日から、拓衣中島ライブツアー Welcome to my Brick House Not Yet 2015がスタートします。新横浜、そして大阪、名古屋、東京の、4公演となっておりまして、私チョイスの、ベスト30曲という形になります。で、4月8日発売になりますレンガの家からも、新曲をやりますし、それこそあれだね、提供した曲も、中島拓衣バージョンとしても新曲として、ツアーでプレイしたいなというふうに思ってますので、ぜひやろう、ね、これ見てる人ちょっと一回見てほしいな。当日券も、ありますし、まあ、この中島拓衣、ね、野郎のファンいっぱいいるんですよ。本当に、どんな人も来やすい空気感になっておりますので、ぜひいらしてください。詳しくはオフィシャルサイト拓衣 .com をご覧ください。よろしくお願いします。はい、そしてラベンダーは、ラベンダーライブツアー2014-15あなたのハートをいただきますも、いよいよツアーファイナル残すのみです。日程は3月5日木曜日、会場は新宿ブレイズで、ゲストのズバイさんです。おい来た来た、この野郎。俺のファンは野郎のファンが多いんだぜ。だから野郎大歓迎、イエーイ。でも女の子もか、そうですね、あれもありますから、当日券、当日券。女性専用エリアもありますから。そうなんだ、そうなんだ、あるから、ぜひ来てくれ、やろう、すごい、ね、女ども。めちゃくちゃ女の子も男の子も来てください。はい、ということでラベンダーの、情報はオフィシャルサイトをチェックしてください。お願いします。番組のメッセージ、ソングプラス U の投稿はこちらからになっております。それではまた次回のミュージックプラスでお会いしましょう。お相手はリンドバーグの渡瀬真希と長島拓衣とラベンダーの田中玲奈でした。バイバーイ。長えなエンディング。首が痛い。